2020年12月24日木曜日、新聞のコラムの音読を行います。今日の三経名の表題は次のように決めました。サンタクロースに感謝。音読します。昭和20年の暮れだった連合国軍司令部 GHQ の通訳として東京に赴任していた日経2世のジョージ・アリヨシさんは7歳の靴磨きの少年と知り合う。寒風が吹きすさぶ中、背筋を伸ばして懸命に働いていた。さぞお腹を空かしているだろうとピーナッツバターとジャムを塗ったパンを手渡した。少年は礼を言って受け取ってそのまま道具箱にしまった。家で待っている3歳の妹と一緒に食べたいというのだ。両親はすでに亡くなっていた。日本は必ず復興する。後にハワイ州知事となる有吉さんは凛とした少年の佇まいにそう確信した。安倍晋三前首相が講演の際に好んで紹介するエピソードである。安倍氏の祖父の岸信介元首相と父安倍晋太郎元外相は有吉さんと親友が深かった。昨日の朝バレエッセイを読んで靴磨きの少年の話を思い出した。50年前クリスマスが近づくと小学校の給食にアイスクリームのケーキが出た。クラスの中でたった一人だけケーキに手をつけない旧友がいた。家に持って帰り弟妹と分け合って食べるという。筆者はそんな時の旧友の心情を思いやる。彼もサンタクロースに感謝していたのだろうかと。以前靴磨きの少年を職場で話題にしていると先輩記者が俺だってと思い出話を始めた。米軍基地でアルバイトをしているとある日ホットドッグが配られてかぶりついた。こんなうまいものを作る国と戦争をして勝てるわけないな。先輩は弟や妹のためにポケットに詰め込んだ。帰宅するとケチャップで上着が台無しになっていたというのがオチである。昭和26年、石井秀夫さんは早稲田の1年生だった。これで音読を終わります。令和2年12月24日木曜日、エッセイの中で出てきた弟と妹と書いて兄弟と呼んだりテイマイとか読みます。テイマイって初めて私知りました。日本語って難しい。昨日の朝バレエッセイは画像を前の方に載せておきます。見てください。以上です。またねー。